6月27日木曜日、市役所本庁舎で正田工業団地への進出を決めた日本マイクロサーム株式会社との立地協定調印式が行われました。この調印式はベルギーを本拠地とし、高性能耐熱断熱材の製造販売の世界展開を行う日本マイクロサーム株式会社が正田町にある正田工業団地へ進出を行うことにより、津市との間で立地協定を結ぶものです。この日はスティーブン・ヘイテンス取締役社長をはじめとする4名と、立ち会い人としてリュック・リーバウとベルギー王国大使館駐日特命全権大使が出席しました。はじめに前橋長が、津市への進出をご決断いただきありがとうございます。御社が津市においてさらなる発展を遂げられるよう精一杯サポートさせていただきますと感謝の言葉を述べました。次にヘイテンス社長が、新工場には東京の本社機能も集約します、引き続きご協力をお願いしますと挨拶をし、続いてリーバウト大使が、ここ津市で日本マイクロサーム社が成功し発展することを願っていますと激励しました。協定書の調印では、ヘイテンス社長とリーバウト大使、そして前橋長が協定書に署名を行い、立地協定が締結されました。続いて報道関係者を対象に調印者共同インタビューが行われ、活発な質疑応答が行われました。最後に日本マイクロサーム株式会社の事業展開と新工場プロジェクトについてプレゼンテーションが行われました。